ナルトめ、あの杭を抜いたら。螺旋丸。うわっ。で、どうすんの。その前に、お前に渡してやるもんがある。いいもんだ。そのうち役に立つぜ。早くしろ。一匹止めるだけでくたばりそうだな。しかし出し惜しみはなしだ。お前らの大切な美獣はこいつらでいただく。力を貸して欲しけりゃそうしてやらんこともないぞ、ナルト。一級がよく話しかけてくるようになったじゃねえの。向こうのマダラの時はサンキューな。力をくれて、あれ、助かった。礼なんかするな、気持ち悪い。あれはマダラよりお前の方がマシだと思ってそうしただけだ。そもそもこの檻のせいでチャクラをやれたのはスズメの涙ほどだろう。暇つぶしだ。お礼したのになんで怒ってんだってばよ。お前とわしのチャクラをくっつけろ。一緒に行くぜ。おい、ナルト。お互いすでに数万する同士だろ。ナルト、お前まさかキュービと。認めてねえんだ。ああ、化け狐ならな。けど、ナルトは違う。あいつはこの俺が認めた優秀な生徒だ。あいつはもう人の心の苦しみを知っている。今はもう化け狐じゃない。あいつはこの葉隠れの里の渦巻きナルトだ。クラマだ。じゃあ行こうぜ。へい。左目のかぶりで飛ばす。これだけの数で。分かってる。手早っ。行くぜ、クラマ。うわまず、全員の杭の位置を確かめんぜ。これの持続時間は5分と見とけ。十分。じゃあまるで怪獣送信劇だな。これほどとは、殺すつもりでちょうどいいということか。全員の力を一つに集中してるのか。二重だな。クラマ、一斉に引き抜く。こいつらみんなを解放して、そんで全員助けんな。絶対